スジャポとおつひののみです。はい、今回はですねやってまいりました。久しぶりの大量企画やっていきたいと思います。ワッシーの叩き方やばい。もうこれだよワッシーの。ひどいんだから。今からね、大量のコメントで何を作ってほしいですかっていうコメントをね、あの YouTube のコミュニティで募集いたしまして、本当にたくさんのご質問をいただき、皆さん本当にお忙しい中ありがとうございました。その中で何個か同じようなものとかもあったんですけど、その中で現実的にできるものだったりできないものだったりっていうのもあったりとかする中で、これならできるかなっていうものをちょっと選ばせていただいて、あれを作っていきます。なので、まあ、ちょっとざっくり今ね材料をお見せしましたが、最初に何ができていくのかを楽しみながら見ていただければ嬉しいなと思いますので、 1.25 ぐらいのスピードで見てください。はい、ということで、それでは早速久しぶりの大量企画やっていきたいと思います。それではせーのスタート。辻ちゃんねる。そんなに1442件の中から選ばれた。やばい、うん、カレーが多かった。あ、でも角煮とかすごい多かったんですけど、角煮がいろいろ考えたの。本当にバッシーと角煮ってどうやったらできるかなとか、いろんなものをいただいたんですよ。だから多いものをなるべくやりたいなって思ったんですけど、そう、角煮がすごく多かった印象で、角煮はねちょっとどうも圧力鍋のサイズが限られてるからちょっと難しいなっていうので、今回は角煮ではなくっていう感じになっちゃうんですけど、今日主婦が1,2,3,4、主婦4人と独身2人いますのででね、違うの、今日その今から作っていくにあたって、今回玉ねぎのみじん切りだったりとかじゃがいもの量が必要になっていくんですね。だからちょっとさすがに主婦も年齢も年齢だったりするのでとりあえず業務スーパー行ったし楽しようっていうことで、今回こういうね解凍さえすれば簡単に使えるっていうじゃがいもだったりとか、炒めてあるこういう玉ねぎ売ってたから、ちょっとこういうのを使いながらたくさんのあれを作っていこうと思います。ここまで来ると何からやっていいかわかんないんですけど、とりあえず玉ねぎをこれも使いつつこっちも入れていこうと思うので、この玉ねぎをみじん切りにするじゃがいもをこのままふかして皮を剥いてっていう感じにしていく。私はいつもこれを作るときにもうこれとこれを入れるんですね。わかるよね何を作るか。そう、これとこれを半々で作るから、これを倍増させるっていうの、なんていうんだろう、これをあ、はい、マッシュポテトドラえもんの増えるやつあるじゃん、バインバインだっけ。食べると時間によってどんどんこう倍に増えていっちゃうみたいな感じなので、私の中でこれがそのイメージなの。お湯を足せば足すほど増えていくみたいなイメージだから、表現が悪かった。マッシュポテトを作っていきます。バインバインでしょ、バイバイン、バイバイン、バイバイン、マッシュポテトを作っていきます。あとは、まあ、全部紹介するとあれなんですけど、合いびきのひき肉が630ぐらいが6あります。あとパン粉がこれは1キロかな、1キロのパン粉が2つなので2キロあります。卵がありまして、こちらのメニューであれを作っていきたいと思います。なのでまずはふかす、増やす、切る、これは使わないだから、ふかそう、ふかして、とりあえずみじん切りじゃん。とりあえず今日ね月曜日でシエルが休みなので、シエルで使ってるボールをでっかいの借りたら、これチャーハン作ったやつね、これで、あの有名なチャーハンのボールです。はい、半年ぶりに帰ってきまして、先にふかさなきゃいけないの。伝わんないね、ほんと何回も言って伝わんないよ、これを、もうこれしかないの、これしかないの、もうこれね、あ、いいじゃん。だからこれを洗ってとりあえず全部入れる。じゃがいもはとりあえず洗います。洗って
じゃがいもをふかす。ふかすよ。こいつは何、どうやって使うの？チンチン。マジ？こういっちゃっていいの？はい。このじゃがいもマジで美味しそう。絶対じゃがバタだよ。すごい綺麗なじゃがいもよ。見て、美味しそうじゃない？むせんのこれ。むせるかな。でもめちゃくちゃ美味しそうなんですけど。水を足しますか。さあ、いきますよ。茹でますよ、ふかしますよ。やっぱ大きいフライパン、こんなにダメかな。でも火が通んないんだよね。どんどんいきます。炒めまして、どうよ。向こう岸ではですね、玉ねぎを切ってくれております。ちなみに今日振り替えで、そうちゃんたちお休みなんですよ。振り替え休日でお休みでいるから、後でこのじゃがいもはそうちゃんとコアに潰してもらおうかなと思います。これさ、油がやばい。こんだけの量取った方がいいかな、油。ボウルとかに入れる。ああ、こす。マジで工場。ここの状況、工場。みんなが頑張ってくれた。いっちゃうよ。全部は無理だね。どんどんいきます。フライパン買おうか。何個できるかな。絶対美味しいよ。熱い。やばいっす。量がやばい。とりあえずこれがもう1回分あります。これ半分。やばい、まだこれも入ってない。これさ、1個でいっか。炒まれた玉ねぎも入れちゃいます。これさ、超ペーストだけどいいの？水出ないか。玉ねぎのペースト、ペースト、みじん切りを炒まれたやつ入れます。どうなんだろう。多分旨味はすごいある気がする。とりあえずこのまま一旦ふかし終わるのと水分飛ぶのを待ちます。そうちゃん、後でさ、これ皮むいて潰すのやって。久しぶりに大鍋だね。そうなんです、久しぶりの大鍋なんです。涼しいからと思って、調子こいたらめちゃめちゃ暑い。何作ったの？なんだと思う？とりあえず煮込みます。なんで教えて。まだ言ってないんだよ、ママ動画でも。こんなもったいぶってんの。なんでわかんないんだよ。じゃがいもとこれで、こから始まるもんだよ。で、パン粉、これ。はい、何これ。あと何？コロッケ。正解、今日はコロッケを作っていきます。ちょっととりあえず煮込みます。はい、じゃがいもふかし終わって、これが冷めたらですね、皮を剥いていきます。あまりにも美味しそうなので、じゃがバタにしていただきます。おいしい。あ、おいしい。というか甘いね。めっちゃおいしいじゃん。そこら辺のジャガイモと違う。違うね。やっぱ高級だね。行数だよ、行数。いや、うまい。一個あえなくていいんじゃない。そう。これでいいの。どんどん食べます。うまい。やばいよ、汗がやばい。前髪がやばい。とりあえずマッシュポテトを作るので、こちらのマッシュポテト、この子をこのパラパラにお湯を足してマッシュポテトを作りますね。それを作ったら、今ふかし終わったじゃがいもを、皮を剥いたものを
ここに一緒に入れてじゃがいも潰してさっきのひき肉と玉ねぎを入れて混ぜてっていう工程ですね。やっていくんですけど順番が難しいんですね。でママも皮むいてくる。これ素でやばい。なんならいけるよ。下の方は熱いよ。この鍋を囲んで。オッケー。じゃあ、マッシュをやるのよ。次は。いっちゃうよ。いくよ。いや、待って待って、これ溢れてこないよね。バインバインじゃない。大丈夫。ここからもうちょっと様子見よ。まだまだ粉っぽい。まだ粉っぽい。全然粉っぽい。待って、牛乳入れないの。牛乳も入れる。全然まだこれ。いやでもさ、手の方が早い。もうダメ、このゴムベラなんて。うわー、いや、あったかいよ。私でも今熱いもん。これ混ぜてて、今だから牛乳いける。いいですね、いいですね。さあ、じゃがいもだ。そらー、じゃ出番だって。じゃがいも潰す。2人にスプーンで。したらそこ潰れたらお肉入れるんで言ってください。ママ、できてきた。できた。じゃあママのとこ持ってきて。ポテトいきます。もうこのままいけるやつ。うん、あそこの冷めてるお肉をさ入れてもらって、うん、ここに入れてきた。やばい、長いも硬い。混ぜ混ぜ。そう、混ぜ混ぜして。こぼさないようにね。下から混ぜ混ぜ、もっともっと混ぜ混ぜ。ではいきます。肉入れます。うん、めっちゃ美味しそうだよ。でも美味しそう。お肉もちろん入れます。いいよいいよ、いい感じのビジュしてきた。ビジュはいい感じじゃない？ただマジで激アツなのよ。何個できんだろう。ちなみにこれが今ソラとコアが混ぜてるのが一般的なボール。手でいけるかな。手袋二重でいくか。手の方がいいわ。ああいいよ。とんでもないよ。いやでもマジで美味しそうだよ。腕振りなのに、うん、全然入れます。薄いね。全然薄いよ。どうしよう。もうソースかけて食べましょう。でも美味しいよ、ちゃんと。今撮ってくれてるのは誠一です。あの噂の誠一です。これを丸めた時点で何個できるか分かるから、一回形作ってみようか。あ、やばい。あ、何キロあんだろう。体重計の強い。まだそっちゃんたちのもあるから見えるかな。よしよし。でも言えないじゃん。12.9。 全然軽いじゃん。 12.9。 13キロですね。じゃあ西川さん、はい、誠一の体重やばいやん。 83.7。 今いろいろ背負ってる。今いろいろ背負ってはない。さあ、ということでとりあえずこちらですね。すごいちっちゃく見えるかもしれないんですけど、こちらの、種ができたのでテーブルにしっかりラップ敷いて準備できたので、丸めたらここにバーって並べていく。いくよ。これぐらいだよね。手のひらサイズ。すごくない？100。すごい。素晴らしい。100g です。ほら、すごくない？ぴったりよ。はい、サイズはWhat?
ちょっと待って、誰かやって、誰かやって、後ろ、バッテンを持って後ろにしてください。とりあえず被って、絶対おかしいって付け方、絶対おかしいよ。待って、ちょっと一回やるわ。やばいね、腰が結構あれだね。ここに来て多さを感じてる、うん、これは早かったのに、うん、
食べるシーンないと思う。もう分かってんの、ね、味も感覚も。いやいやいや、分かってない。ごめんないと分かんないから。あげましょう。パンでも食パンに挟みたい。食パンに、美味しい食パンに挟みましょう。キャベツもあるんで切りましょう。でもちょっとミネストローネはやめましょう。カレーはどうしましょう。カレーはやります。カレーはもう切ってぶち込みだけなんでやりましょう。これどうしたらいい。もうラップして使っていい、うん、じゃあ私それやってます。とりあえずこんな感じで130個のコロッケと冷凍だった芋のフライですね、できました。味も食感も分かりますが、今食べる分をあげましょう。これは1個ずつ包んでみんなお持ち帰りで冷凍庫庫にしたり、今日の夕飯にしたり、明日の朝ごはんかな。いやでも130は余裕でなくなる。200超えたらちょっともうちょっと周りに連絡しなきゃと思ったけど、130はこの人数で全然食べられるね。コロッケ今あげますよ。お湯はこれをポイして、これ次カレーなんですよ。これコアが作ったやつだよ。全部コアが作ったやつ。そうだよ、まぜまぜしてたじゃん。ママのもあるけど、これは絶対のコラ、コアの。やばいな、もうコロッケとメンチは一生やらないな。とりあえずコロッケをあげましょう。食べましょう。コロッケパンにする人がいるならば、キャベツを千切りにしよう。でいきたいと思います。あ、やばい、コアの本当に柔らかい。最初の方大きいね。上がりまして、よし、パンを切る。パンを切ります。薄手でいいんだよね、パン。薄すぎ。キャベツなし。ソースは？ソースはかける。すごい、食べちゃった方がいいよ。確かに。これもおいおいしそうにできまして、食べましょう。これちゃんとあれを見せてみんなにお渡しする。もう立てないんで。じゃあこれだけお願いします。はい、はい、見てください、こちらの130個のコロッケがこんなにラッピングされました。これをみんなお家に持って帰ってご自由にお食べください。ちなみにこのお稲荷さんもあるんで、甘いの入れたい人、味噌ともあります。あとあの、ね、米入れたい人。ポンデリングあった？あったよ。あったんだ。全然あったよ、普通に。うーん、こうやってこう、アクスタの使い方。推し推し、私の推し。みんな食べて。もうこれカレーいらない。いただきます。うまい。うん、サクサク。うん、めっちゃうまい。うまい、うん、パンも本当に甘くて美味しい。うん、パン最高。食べづらいけどうまい。
の。追いソースしてもいいかも。めっちゃ美味しい。たまにゴロッとじゃがいも。うん、いるね。頑張れるね、カレーも。カレーはカレーじゃない？ワンちゃんカレーはいける。なんかこれを乗り越えたらカレーなんて別にも。コロッケ自体の味は薄めだったね。うん。結構入れたつもりだけど。だからカツ食べれる。どうする？うん。おいしいよ。すごい。ホクホクで。うん。美味しかった？美味しいよ、ね。すごい。頑張ったからやるわ。コロッケパン食べるの？いや、本当初めて食べたんじゃない？コロッケパン。これ？見てこれ。知ってるこれ。今なんか流行ってるらしくて、どこ行っても売ってなくて、私休みの日フルで使ったのよ、このこれを探しに。知ってるセブンイレブンを周りに回って売ってなくて、意地でも買うと思ってひたすら探してたんだけどなくて、チラチラアマゾンは見たのよ。でも高くて買うもんかと思って、意地になって探してたんだけど、売ってないから買いました、アマゾンで。美味しいんだってよ、セイが絶賛しててさ。これかけても美味しいかな。ちょっとこれ美味しかったかも。ちょっと乗せる、最後味変で。あ、そこで食べてくれ。これかけるって、もうこの味なの。あ、確かに。食べてみ。ソルベット、あ、いい匂いじゃん。あー、美味しいね。美味しい。これ冷やした方がいいよ。うん、バシーが、バシーが、バシーのママが見たら泣いちゃうよ。ママが泣いちゃう。洗い物してるんです、夏美が。夏美が洗い物してるんです。ありがとうございます。お腹いっぱいでございます。一つだけでお腹いっぱい。うん、満腹。美味しかったということで、今日はもうこれでいい仕事したのでゆっくり寝たいと思います。お鍋はですね、年末にも撮りましたが、お鍋は企画としてねやらせてもらってるので、スタッフ勢ぞろい、友達も巻き込んでみたいな感じになっておりまして、やばいじゃん、待ってるじゃん。1本ではちょっともったいないわけですよ、みんな来てくれてるから。っていうことで、今日の夕飯はですね、カレーコロッケです。カレーの粉が待ってるんですね。トマトコール缶は何ですか？今休憩時間です。もうね、5時前なんですけど、やっとこさ1本終わったので、もう1本予定通りカレーをこの後作っていきたいと思います。虫？大丈夫。ということで、とりあえず今回はその皆さんからいただいたコメントの中からコロッケっていうね、心を選ばせていただいて130個のコロッケを作ってみました。もうちょっとね、もうちょっとね、数いけるかなって思ったんですけど、意外とね、こう見ると結構量はありますが、いい量だったんじゃないでしょうかと思います。なかなかハードな感じだったんですけど、でもすっごい美味しくできたので、今日の夕飯もみんなコロッケにするみたいで、うちもカレー作ってカレーコロッケに夕飯はして、明日の朝はコロッケパンにして美味しくいただきたいと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。私はですね、ブログとインスタ、 TikTok とアジシャルムとパセリとイデン、そして骨盤ベルト、そしてカラコントリーティーやっております。今日もタピオカですね、つけております。ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お疲れ様でしたー。